はい。みなさん、こんにちは。チームハドンズ黒川です。トルコリラインのテクニカル分析を3分で解説します。5月9日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい。週足ボリンジャーバンドトレンドはありません。一目金衡表、下落トレンド進行中、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、はい。週足ベース、上値の重い展開と考えております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド、一目金衡表、トレンドレス状態。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、冷やしベースは、 下目線と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21一周移動平均線真横を向いております。週足ボリンジャーバンドはトレンドレス状態です。はい、週足シストキャスティックス。回いシグナルが点灯しておりますが、パーセント、デラインとパーセント、スローディラインはほぼフラットということで、回いシグナルの精度としてはあまり高くないと考えております。 はい、こちら、週足の一目均衡表です。形状から言いますと、下落トレンドの形状です。はい、こちら、冷足のボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示さ、赤い点線21日、移動平均線真横を向いております。日足のボリンジャーバンドも明確なトレンドは出ておりません。はい、日足のストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです。 はい、最後、冷やしの一目均衡表です。ローソク足と雲の位置関係からトレンドレスということです。はい、それでは5月9日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。5月9日までのサポートレジスタンスです。まずはサポートラインです。6.80レベル。6.80レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは7.00レベル。7.00レベルと考えております。 はい、まずはキャンペーンのご紹介です。右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、トルコリラ円5月9日までの予想レンジ6.8万レベルから7.00レベル、6.8万レベルから7.00レベルということです。はい、えー、まずはチャート形状ですね。週足ボリンジャーバンドトレンドレス状態、一目均衡表、下落トレンド進行中、日足のボリンジャーバンド一目均衡表はトレンドレスと。さらに週足ストキャスティックス、買いシグナルが点灯しておりますが、形状的に弱い感じ。日足のストキャスティックスは売りシグナルが点灯ということで、はい トルコリラ園なんですけども、5月9日までの見通しチャート形状的には明確な方向感がない中、上値の重い展開と考えております。トルコリラ園、5月9日までの見通しチャート形状的には明確な方向感がない中、上値の重い展開と考えております。はい、ポイントです。方向感なし、5月14日大統領選観測報道には警戒ということで、<coughs> はい、まずはトル,コ、えー、トルコなんですけど重要イベントなんですけど5月3日水曜日、本日ですね16時が4月の えー、CPI 発表ということです、あとはメインイベントなんですけれども、来週末5月14日、いよいよ大統領選ということで、まあ現職のエルドラン大統領が再選するのか、それともということで、かなりマーケット大荒れになる可能性が十分考えられます、はい、大統領選を前に、ですねまあ、観測報道だったりとか、まあ支持率関連のヘッドラインでマーケット荒れる可能性があります、お取引をされる際には十分ご注意ください。はい最後にグッ ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。